マルハバンということで、本日はウィクラストーリー編やっていきましょう。スケジュール確認からですね。はい、第7週目ということで、リーグ戦2試合やっていきます。シンガプラ、そしてステアウラ、この2チームはですね、優勝候補、総合値900超えというチームなんでですね、まあ、非常に強いと。そして2位と3位のチームですね、現在。はい、現在は7試合6勝、7試合中6勝0分け1負けというね、ちょっと微妙な感じになってしまったんですけど、まあ、KO に負けてしまったんですね。はい、ゴールアシストランキングは7点のフェリックスが1位、そして4点のモラタが4位、アシストランキングは5アシストのルイス・アルベルトが1位、そして4アシストのデマルが2位という、まあいい感じの出だしですかね。まずはここ勝っていきたい。コンディション、モチベーションでしょう、モチベーションブースターでしょう。おっと、相手のフォーメーションは 4-1-2-3、 しかもこの3トップが強そうだな。なんかアリソン、キーパーアリソンか、強いね。強い、カルバハル。うわー、ヘンダーソン、ルーカス・モーラ、マルシャル。うわー、ディオーク。まあやっぱ強いね。さあここですね、ロマニオリ。いやー、ディフェンダーでロブレンを入れるのはどうかと思うけど、仕方がない。アンサルディ。攻めのは、体力的にはどうだ ?88、微妙だけど、いっか。で、パーレです。入れておいて。で、アーブドゥじゃなくて、アルベルトだね、ここは。で、シューレ。オールセンじゃない、コロナで、モラタ入れていこうかな。バーディー入れていきたいね。バーディー89、やば。バーディーか。まあまあバーディー入れていこうか。まあ、バーディーじゃなくても、モラタでもいいような気がするな。モラタ。モラタ入れていこう。で、パールです。頼むぞ。いやー、ローブレンがちょっと怖いな。どうだろう、ローブレン、ローブレンがどうなるか分かんないね。いやー、頼むよ頼むよ。To you and welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid.
さあ来ました。この試合どちらが勝つでしょう。焦点の方がいい。カウンターがあるの。嬉しい。Carried thousands of away supporters here too, and all of it adds up to make a terrific and crackling atmosphere. The match, I think, will be quite a spectacle. So what a stage for the players to take to here ahead of such an important game. いけるぞ、アンサルディ。いやー、いや、もらった。合わないなー。いいディフェンスもらった。いいよ。ディフェンスだ、ディフェンス。いやー、攻めど。マルシャル強いな。マルシャル強いな。クロス。コースだけ。バイタルを、バイタルを防いで、バイタルを。いやー、それ止めて、2人。いや強いな。誰だよこいつ。ヨークって誰だよ。アルベルトとロマニオーリ。ディフェンスが甘い。いやー振り切られた。余裕で振り切られた。そうマジか。Rangers take the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. いけいけコロナ。いいねコロナ。よっしゃ。フェリックス。うわ。マジか。よっしゃ。ラッキーボール。さあ、うわもらったがファールでしょ。今のファールでしょ。完全にいやーきついなー。いやまずいぞまずいぞ。ロマニオーリおーい。うおマジか。強いよやっぱり。強い強い。勝てない。マジか。強えな。ロマニオーリのディフェンスが甘い。甘いんだよな、なんか。何してんのって感じ。いやー強いな。強い。なんとか1点決めたいんだけど決めないかな。よしよしよし。いけるぞ、フェリックス。いやいや、まずい。ロマニオリ。OK、ナイスキーパー。いいね。よっしゃよっしゃ。危ない。わあ、シュールね。なんだよ、そのパス。いや、まずいぞ。ロブレン。いや、OK、ナイス。いやー、きついなー。
モラタ。モラタ。どこがあれなの？シャラッキー、ラッキー、ラッキーですよ。つなげて、つなげて。いやー、もったいない。よっしゃ、マイボール。いいよ、いいよ。OK、チャンス、チャンス。いやー、強いな。ディフェンス。いやー、ボールが取れない。OK、ラッキー。たまにこういうのがある。いけいけ、シュレアッサルデイ。いや、いいクロスだったのに。もったいない。レマルとディマリア、アルベルトか。で、ホールセン、AMF で入れたらどうなるか。AMF で入れてみよう。バーディー入れていくかな、バーディー。いや、取れないな。よし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 。いいよ。いいよ。いいね。やれー。コロナ。うわ、やばい、エグい、今のパス。ディフェンスだ、ディフェンス。おー、いや、完敗だわ、これ。強い。いや、これも完敗だわ。強すぎる。Three without reply. This is becoming a stroll. Here's Di Maria. いいね、ポールセン。うおーし。いいね、ポールセン。やっぱ違うね、入ると。ポールセンが入ると違うわ。強い。違うな、やっぱ。もう全プレスでいこう。いやー、枚数が足りない。いや、うますぎだろ。勝てねえよ、こんなの。勝てねえか。Yeah.
いやこれ勝てねえわ、強強すぎる。1点入れたけど、うおーシュールで90。強すぎない？うわー最悪、うわ持ってかれたわ。勝ち点やっぱ2敗は大きいな。まあステアウラに勝たないといけない、マジでマジで。これ勝たないともうちょっと優勝は厳しいね。優勝は厳しくなる、もう負けは許されない。ミリトンじゃなくても他の選手でもいいんだよね。ゴールキーパーでもいいし。ロブレンもねちょっと上げていかないと、トレーニングが全然できてないね。あ、でも待てよ、ロブレンはまだ次があるな。そう、まだレンタル移籍させてないからまだ、あ、まあでも1回ぐらい入れていいかな。あれ？トレーニングできない？なんで？あ、ロブレン入れてるね。オッケー。これでいきます。はい。じゃあこの試合もやっていきましょう。いやーこれ932になってんじゃん、強い。4123、ロリス、ピケ、アレクサンドロ、アレクサンダーノルド、カンテ、エリクセン、チアゴア、アルカンタラ、ベイル、ジョビッチ、レバンドフスキー、これは強いわ。勝てる気がしない。勝てる気がしないわ。これは。いや。強すぎでしょ。オールセンが良かったね。アブドゥ、ミリトン、ミリトン強いね。マルティノビッチも強くなってきた。
コロナあげるか。ポールセン、ポールセンに頑張ってもらうしかない。まあでも負けたのにね、モチベーションは維持してくれてるからいいね。ディマリア、アブドゥ、いやー頼む頼む頼むよー、勝ってくれ。あーチームワーク872、これはちょっとな。ディフェンシブもだいぶ下がってるもんな。ディフェンシブトレーニングをした方がいいんだろうけど、まあ、前回ディフェンシブだったから。Well, hello and welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this. ああ、まあでもディフェンシブでもいいな。The sky is blue. いや、オフェンシブかな。For a football match so widely and keenly anticipated. Truly, this is pristine, and the level of expectation and excitement is reflected in the smiling faces of the crowd. They know it means so much, and they also experience between them a great sense of privilege and being able to attend this most special of games. Yeah.もうシンプルに打っちゃえばいいのよ。いやー頼む頼む頼む、耐えてくれよ、耐えてくれ。よし、いやポールセン、おいおいおい、いやー、うわ、体入れとけばいいのに、ベイルの圧力にプレッシャーがかかったか。やばい、よっしゃー、ルビタン、いやー頼むシュートコース、うわだよねだよね、決めてくるよね、あの近さだったら。そりゃそうだ、いやマジで頼むよ。あーディマリア、おい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 、おお何してんだ長友、長友、長友、おお、ああ信じらんねえ、何やってんだ、ああもう精神崩壊。これは。ダメだな。OK。いやはー。おー、ロマニオリ。じゃない、マルティノビッチか。うわー、なんで、うまい、勝てねえわこれは、勝てねえ勝てねえ、全然勝てない、無理だわ。いや強すぎ、本気出しすぎでしょ相手。よくないな。
もう無理だ。前半で4点とかえぐない？前半だよ。もう早く終わってくれ。もう無理だわ。前半で4点はもうやばいでしょ。やばいでしょこれ。やばいやばい。普通に。オーケー。ナイス。ディマリアからフェリックス。フェリックス。いい。ディマリアナイスパス。いやー、奇跡が起きた。ディマリアの。このロングパスえぐい。そしてフェリックスの安定の胸トラップ、えぐ、うますぎだな。これは止めれないな。あれ止めてくるキーパーはもう分かんない。いつもロングスローなのか。うわ、危な。Okay, そこ。いや、PK がでかい。今回はね、今回ばかしはね、ちょっとポール戦でも手に負えない PK がいるからな、身長がある。うわ、危ない。ナイス攻めだ。いや、まずい。長友、ナイス。クリアだ。ミリトン。よっしゃ。よしよしよし。オッケー、ポールさん行け。無理か。交代交代。いや、強いな。強すぎる。ルイス・アルベルト。で、レマルとシューレ。で、モラタは違うか、バーディーかな、バーディー。コロナがいるわ。いや、コロナダメだね。モラタもダメでしょ。バーディーか。バーディー入れて、オールセン引かせる。まあ、ピケはスピードでいけばなんとかいけるでしょう。いやー、もてない。よしよしよし、もう一点もう一点。バーディー頑張れ。いいねー。シューレ、シューレ遅い。おい、長友、
あれ？長友？どうした？長友？長友？オッケー、いいね、アルベルト。さすが。いやー。つながんないわ。ディマリアのまたエグいパスが来るか。いやー、なんで戻したんだ。全然やんないと終わるからしよう。ああ、ちょっと、マジか。強すぎる。ちょっと今回は昇格できるかどうかもちょっと分かんなくなってきたな。98強。うわ、シュールね、伸びるね。昇格できるかも怪しい。うわー、ストークがいるんだよね。いやー、ちょっと強すぎじゃない？いやー、強すぎる。でもストークは次こそぶちのめす。ストークユナイテッドほど惜しい試合はない。ポールセン、K、あと1回で終わるな。フィジカルだね。いや、これはテクニックだな。テクニックをつけて。いやー、強すぎた相手。おお、ビッグサクセス。ファン・ベルナット。いいね。ビッグサクセスしてるね。よしよし。はい。ということで、残念ながら第7周目、最も重要な、まあ、ここがね、肝っていう部分で、負けました。全部4点入れられて、4-1-4-1という結果にね、完敗です。次もちょっと勝てる気がしない。ということで、また次回はね、キャンプ、そして第8週とね、第9週をやっていこうと思います。次回の動画はお楽しみに。次回は勝つからね。まあ、勝って当たり前か。